さて今日はなんだか急に暑くなりましたね。そうですね、日差しが強くて日向にいるのがきつかったですね。はい、県内は気温が上昇し9つの地点で真夏日、15の地点で今年一番の暑さとなりました。県内は高気圧に覆われ午前中から気温が上昇、ほとんどのところで真夏並みとなりました。仙台市内では半袖姿や日傘を差す人の姿が目立ちました。真夏来たみたいね慣らしていかないとね、この先ちょっと心配だもんね。結構暑いかもしれないですね、6月だとしたら。8月がちょっと怖いです。今は水も凍らしたのを持ったりはしてます。汗かいて脱水にならないようにとかは注意はしています。今日の最高気温は川旅で 32.2 度、白石と丸森で 31.9 度、古川で 31.8 度を観測。県内19の観測地点のうち9つの地点で真夏日、15の地点で今年一番の暑さとなりました。消防によりますと、この暑さの影響で午後4時までに7人が熱中症の症状を訴えたということです。明日以降も30度近い暑さが続く見込みです。暑さにまだ体が慣れていないため、こまめな水分補給など熱中症対策を心がけてください。